お前はもう早引けているということで、第14回は16部の三つ割りペンタというところで、まあ前回ハンマリング、まあ、プリングの話もちょろっとしたんですけども、より実践的なフレーズというところで、まあよくね、最初ギターをね、触った時に、エレキギターを触った時にアドリブとかでまあちょっと習うAマイナーペンタトニックスケールからちょっとね、持ってきたフレーズなんですけども、基本的には、すごく大事なのが、揃っております。最初小指でね、プリング、まずフレーズをね、今回ちょっと入ってるんですけども、フレーズを弾くときに必ず考えてほしいことが1個あるんですよ。それは何かというと理解力ですね、フレーズの。例えば今回のフレーズっていうのは、まあ、譜面下にここに出てると思うんですけども、一個ずつね、ブロック化していくことができると思うんです。そうすると3つで分けてって弾くパターンと、6個で1つって思うパターン、で今回は僕の中では6個ずつが正解だと思ってます。なぜかというとですね、ワンブロックごとに6個ずつの音で、まあ、弾くと、例えばダウンプリングですよね、でダウンですよね、これ3つ目まではまずはダウンプリングダウンで、次がアップだよ ね、でその次はダウンプリングなんですよ。だからダウンプリングダウン、アップダウンプリング、この組み合わせ、これね、まずはダウンプリングダウン、これができたら今度はアップダウンプリング、アップダウンプリング、アップダウンプリング、アップダウンプリングと、最初のはダウンプリングダウンとアップダウンプリング、これを2つとも組み合わせてこのぐらいのスピードが出てくると。でそれができるようになると、このぐらいのスピードで全部いける。で下に行けば行くほど、じゃあ何か変わってるのかっていうと、もちろんフレットは変わってるんですけど、ピッキングに関しては全部同じですね。見てると右手がずっと一定にオルタネイトを刻んでるのが分かると思うんですよ。みたいに、はい、というところが、まあ、練習する上で一番大事なことっていうのは、きちんとフレーズを理解することで、ここはダウン、ここはプリングっていうのを決め打つことで、決め打って練習しないと適当なギターリストになってしまうので、それをちょっと僕はあんまり推奨してなくて、練習するっていうのは意味があって、何の練習するのかっていうと、まあ例えばじゃあライブでこのフレーズをやりたいっていうのであれば、このフレーズの成り立ち、まあ、理解をちゃんとしてあげて、それをじゃあどう練習したら上手くなるかなっていうのをまず考えてほしいですよね、はい、で今後はペンタトニックスケール系のも今後やっていくんですけど、まあ、それ以外のハーモニックマイナーもナチュラルマイナーもやるんですが、なんでこういうフレーズ練習するんだろう、でどう練習するんだろう、ね、どう練習したら効率よく上手く、伝わるかなというのを考えながらやってもらいたいですね。もうそれが一番練習する上で、早く上手くなるための近道になります。なので頑張って理解して、ここはじゃあプリングで弾く、ここはダウンで弾く、ここは、アップで弾くみたいなのをきちんと考えて、それがちゃんと守れてるかどうかっていうのをチェックしながら練習してみてください。
この動画いいねと思った人はぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただければと思います。また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。